性別問題で注目を集めたアルジェリアと台湾の女子ボクサー、銅メダル以上確定。パリオリンピック女子ボクシングは4日、57キロ級準々決勝が行われ、性別問題で注目を集めた台湾の林育がブルガリアの選手を破り、銅メダル以上を確定させた。ボクシングでは3位決定戦が行われないため、準決勝に進んだ選手はメダル獲得が確実になる。 66キロ級の準々決勝ではアルジェリアのイマネケリフがハンガリー代表を破り、銅メダル以上が確定。下中のボクサー二人がメダルを手にすることになった。二人をめぐっては、国際ボクシング協会主催の世界選手権で DNA 検査の結果、XY 染色体を持つとして出場が認められなかった経緯がある。準々決勝でブルガリア選手と戦った台湾の林イクロイター。国際オリンピック委員会、 IOC は声明を発表し、2選手は、東京五輪を含む過去大会に何年も女子選手として出場してきた。IOC には、選手の人権を守る責務があり、出場資格規定を大会途中で変更することはないと強調。バッカ会長は、女性として生まれ育ち、女性としてのパスポートを持ち、長年競技をしてきた。それは女性であることの明確な定義と語っている。